株式会社ホタカ工業所は、かつて愛知県名古屋市に存在していた日本のオートバイメーカーである。ホタカのブランドでオートバイを生産していた。会社の設立は1950年。当初は自動車用トランスミッションのメーカーだったが、やがてバイク用エンジンの製造を始め、東京の山口自転車や名古屋のトヨモータースなどにエンジンやトランスミッションを納入していた。ただし、 歯車などの重要部分を除く部品の80%は外注であり、穂高工業所自身はそれらの外注部品を自社工場で組み立てて製品とするアッセンブリメーカーであった。名古屋市南区の本社工場以外にも名古屋市内の数カ所に工場を持ち、他にも農業用にサイクルエンジンを豊田自動食器や三菱重工名古屋製作所に納入していた。 1953年、名古屋近辺で開催された名古屋 TT レースに出場するため、自社製のオーフ短気筒 150cc エンジンを搭載した完成車を製作した。しかしレースでは出場した3台とも完走することができず、この時の完成車も市販に移されることはなかった。1954年頃から一時は150社を数えた。 オートバイメーカーのトータが始まり、ホタカ工業所の取引先であったトヨモータース、ロケット紹介、北川自動車などの倒産、廃業が相次いだ。しかし、ホタカ工業所の最も大きな納品先であった山口自転車はそんな中でも検討しており、再生時には山口自転車につき4000台のエンジンを納入した。これは、 当時のホタカ工業所の全生産台数の7割を占める数字であった。名古屋に乱立していたバイクメーカーが次々と消えていく中でもホタカ工業所は数少ない生き残ったメーカーとなっていたが、1963年、頼みの山口自転車が突然倒産してしまった。大量のストックの納品先を突然失ったホタカ工業所は台湾にこれらを輸出して、 ストックを処分すると同時に山口自転車に代わる新たな取引先を探し始めた。そんな穂高工業所に救いの手を差し伸べたのがアメリカで山口自転車のオートバイを輸入販売していたシェル石油出資の輸入商社であるパベトコであった。販売網だけを残して突然売るべきオートバイを失ってしまったパベトコは山口自転車のオートバイのエンジンとトランスミッションを 作っていた穂高工業所に完成車体の生産を持ちかけたのである。穂高 ACE90 こうして1964年に穂高工業所とパベトコの共同開発による1号車である穂高 ACE90 が完成し5月には名古屋港からアメリカに渡った。ACE90 はワイドレシオの4段トランスミッションを持つトレールバイクで軽量な車体と パワフルなエンジンを生かして高いアクロ走破性を発揮した上に市街地走行にも適した高性能なモデルだった。また部品も高品質なものが使われており耐久性も高かった。これらの要素がアメリカのユーザーに受け入れられ他社製品に比べて高価であったにもかかわらず次第にファンを増やしていき、1966年には生産台数1万台を達成した。 1967年には ACE90 の排気量を 98cc にした ACE100 を発売。穂高は高いパーツの完成を持っており、初期型の ACE90 でも各部のパーツを最新のものに交換することで ACE100 と同等のスペックにすることが可能だった点もアメリカで人気を博した理由の一つだった。穂高は 手頃な排気量に加えて手を入れるには好都合なシンプルなメカニズムであったことからレース用のベース車としても好評で、モトクロスからロードレースまであらゆるカテゴリーの入門用バイクとして選ばれ、パベトコも豊富なキットパーツを用意していた。1968年にデートナで行われたロードレースではトレールバイクであるにもかかわらず 100cc クラスでは大差で優勝。 125cc クラスでも4位に入るという大活躍を見せて話題となった。パベトコでは多くのホダカが購入と同時にレース用に改造されるのを見て1969年にモトクロッサーの100スーパーラットを1970年には ACE100 にモトクロス装備を装着した ACE100 バイトを発売した。こうして ACE90 をベースとしたモデルは 125cc の高動仕様オンバットシリーズと元クロッサーのコンバットシリーズまで続いた。1970年代になるとユーザーは次第にもっと大きな排気量、大きなパワーのオートバイを求め始めた。そんなトレールバイク市場に日本の4大メーカーやヨーロッパの KTM といったメーカーが参入してきた。 小高も 250cc のエンデューロモデル 250ED やトレールモデル 250SL で迎え撃ったが、従来モデル同様に耐久性を重視した結果他社製品に比べて、軽快さが失われ、次第に苦戦してゆく。そして1977年、パベトコの親会社であるシェル石油が突然事業の廃止を決定した。第一次オイルショックの影響による、 事業整理が理由だった。最大の市場を失ったホタカ工業所は、完成していたストックをやむなく、日本国内で販売するが、日本では運輸省の形式認定を受けていなかったために、行動走行ができず、ごく少数しか売れなかった。その後、ヨーロッパや韓国のメーカーとの技術提携の話があったが、うまくまとまらず、やがてオートレース車用ミッションのメーカーとして、 再生を図った。その他にも台湾や中国へのエンジン生産援助を企画したが、いずれも採算を取ることができず、1991年、すべての業務活動を停止した。アメリカでは今でも穂高の熱心なファンがおり、すでにオリジナルが手に入らなくなったパーツの製作などの活動をしている。穂高125コンバットオンバット、ありがとうございます。